はい、こんにちは。日本改革党靴田良治でございます。参院選東京選挙区に立候補しております。東梁様、陳久栄様、無理自然様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたーく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。東梁様、陳久栄様は今日大塚にも来ていただきまして、誠にありがとうございます。今日からアナウンスに外国語表記が見にくいを追加いたしました。見にくいのと見にくいの2つの意味で、まあまああのそれだけだとまあまああのカチンとくるやつもいるんじゃないか、ますます有権者じゃないやつに中指を立てられたいな、あなんて思っております。こっちはあのノーダメージですんでね。大塚駅選挙活動にいらしてくれてありがとうございました。南口でなんか商店会祭りやってたんで急遽北口に変更して申し訳ありませんでした。幸い大塚駅は新宿みたいな巨大な駅でないんで、東口と西口なかなか到達できないなんていうとこじゃないんで、まあまあスムーズに行ったと思います。明日4日は事務調整日とさせていただきます。大塚にいらしていただいた皆様、誠に誠にありがとうございました。斉藤鉄夫国交大臣、鉄夫っつうのか、消費税をなくせば社会保障がめちゃくちゃになる、日本沈没だと選挙活動で言ってしまう。まあ聞いてるのは信者だけだろうから何言ってもいいんですけどね。ネットの反応です。そうか、がっかり。すでに沈没してるがな。消費税がなかった頃の日本の方が元気があったけどね。宗教が与党気取んなよ。宗教法人に課税したらええやん。納税してから偉そうな口叩け。納税してないお前らがよくこんなこと言えるな。政教新聞はなぜか消費税 8% なんだよな。上げてめちゃくちゃになった現実を見ろ。とりあえず下げてみろ。信者はこれで納得してんの？今現在沈没しかかっていることにお気づきでないと。信者はこれで納得してんの？その弱い者を救済するのが創価学会じゃないのかな。創価学会的にはですね、信者的にはあれもくれこれもしてくれくれくれっていう連中の面倒を見て票もらってんじゃないのかな思いますけれども、自民と一緒に仲良くですね、財務省に洗脳されて消費税 10% にしやがった連立与党の公明党としては、どんなめっちゃくちゃな理屈をつけても俺たちは正しかった、あるいは俺たちは正しいって自己正当化しないといけないわな。それがどんなにあのめちゃくちゃでもね、0から3、3から5、5から8、8から10、4回あった消費税の増税のたんびに必ず税収総額は落ち込んでおります。景気が冷えて、そういうことはなかったことにするんだよね、自民も公明もいい大人が。4回にわたって消費減税を行えばですね、景気が振るって税収総額は上がるはずなんだよ。それは明白なんですよ。小学生でも上がる理屈なんですよ。なのであの消費減税で他に財源を探す必要なんか全くないんです。むしろ使える金がまた増えんだから福祉なんかむちゃくちゃならねえ。消費税ない頃私過ごしておりましたけれども、その頃の方が確かに日本は元気でありました。財務省にどう洗脳されたか知らんけど、自民も公明もたやすく騙されよってね。両党にですね、何人東大いても地頭とは関係ないですね。知的レベルと学歴は無関係なんですね。もういい加減ですね。財務省は全員嘘つきて気づけようなバカよとってね。こんなんだから私が立候補する羽目になるんですよ。自民党と公明党に不満で不満で不満で不満があるから、私自身が立候補しなくちゃダメだなってそういうことなんですよね。もうどいつもこいつもバカでしゃあないね。子孫のことを考えろっつうの。消費税、下げたら金増えるだろって。景気が降るってさ、そんなこともわかんねえの。そんなこともわかんねえの。全く毒つぎたくなる気持ちも皆様お分かりでしょうか。というわけで、後半戦選挙戦、目にクマを作りながら
頑張りまーす。ちょっとペース調整して倒れねえようにしないといけないな。今もなんか頭が朦朧していて、自分で何を喋っているかわかりません。大塚でも若干そうだったんですけども、あれ俺今何喋ってんのかなって思っちゃってね。35分ぐらい喋っちゃったもんですから、今までの演説で最長だったんじゃないでしょうか。皆さんはよく35分もじっと聞いてていただきまして、誠にありがとうございます。明日からも頑張ります。デトックスジャパン。